では取材とインタビューの基礎ということで、まあ、あのまずちょっとイントロダクション的なところからですねお話,したお話ができればなというところで、まあ、さっきしゃべったことでちょっとか,かぶる部分あるんですけどもイントロダクションということで「まあ、あのお前誰やねん」というところでですね、まあ、ちょっとあの最初のなんかこう最初の方の説明の方でカリスマインタビュアーですみたいな感じのことをちょっと宇野さんに言われたんですけど、まあ、カリスマではないというところでまあお話をさせていただければと思うんですが。 まずあのまあ仕事としてはフリーランスという形でやっておりまして個人でまあ先ほども出ていましたが前と後というメディアをやっておりますでえっと他に仕事としてはまあライティングであったりですねあと広報とかマーケティングのまあお仕事をさせていただいておりましてまあいわゆる取材する側と取材される側を同時にまあ仕事としてもやっているような形ですねでまあこれまでまあ書いた最長のまあ何でしょう 文章は、同志社大学の大学院時代にまあ書いたですねガンダムをテーマにした趣旨論文でまあ13万字ぐらいあるようなものでほぼ本じゃんって形だったんですがまあそういったものも書いたりしています。でまあ今行っているものをまあ単純に図示したものなんですけどま,あまずメディアをまあやっておりまして。 あとは、さくら事務所という会社のですねまあ候補とかマーケティングの支援を業務委託でやっていてまああのホームページ等々のサイトのディレクションであったりとかですねまあツイッターをちょっと運用してみたりまあはたまたプレスリリースをあの毎月書いていたりみたいなことをやっていたりあと、外ことさんの方ですねオンラインでまああの日々のニュースの作成をまあ作成というか編集というかあのキュレーションみたいなことをやらせていただいたりしています。他にもまあ単発であの日本 PR 協会の、まあ 若手広報さんのまあ記事をあの取材って書いたりですねまあ事業承継のまあサービスである J さんでまあ事業承継された方を取材してえ記事にするようなこともまあたまに行ったりしています。でまあ先ほどもお話ありましたけども NPO 法人としてつぶや大学というのをえ以前やっておりましてまあ例えばあのユハイムさんとコラボしたバームクーヘンライトなるまあバームクーヘンをちょっと一本食べてみようみたいなイベントであったりとかですね あと崎陽軒さんとコラボしてまあシュウマイ忘年会という形でまあ年末にみんなでシュウマイ弁当を食べながらあのシュウマイについて熱く語るっていうようなイベントも行っておりました他にもですねまあトークイベントでですねあのシェイクという名前で「水曜どうでしょう」の藤村さんとかデイリポーターの林さんの提談をやったりとかまあ伊藤ピート佐藤根治君と米光さんの提談やったりあの対談やったりみたいな形のこともります、あ。 やらせていただいたりしておりましてまおねですねまああの企画をしたりコンテンツを作ったりみたいなことをなりわいにまあやっておりますというような形になりますでまあなぜ個人でメディアをやっているかというところなんですけどもまああの先ほどもお話した部分と被るんですがまあちょっと以前所属していた会社でまあメディアがですねまあコロナの影響で終わった瞬間僕もちょっとクビにされちゃいましてまあそれがちょっとあの むかっとした関係でですね、まあ、個人でちょっとメディアを立ち上げようということでまあ前と後を立ち上げまして、えー、今月の8日で3年目に入ったところになっております。でまあ由来に関してはですね自分自身の、まあ、それこそ前と後みたいなところであったりですねまああの4末にやめて6月8日に開始したので結構急展開で立ち上げたりしたんですけどもあとはまあコロナが。 ああるっていうことの、まあ、前とといこのの前後意味合いであったりとか、まあ、コロナ禍、まあ、価値観が変わったみたいなこともあるんで、まあ、そういった話をですね、まあ、聞ければなっていうことで、まあ、ある意味ターニングポイントを、まあ、なんかこう前後の話から聞いていって、まあ、こう記事にして発信していくようなメディアをやりたいっていうような感じで始めたのが前と後ですでまずあの基礎以前に大事にしたいことがありまして、まあ、何よりもそのさっき聞くのきと 力っていう話があったと思うんですけども、まあ、取材を円滑に進めるものはまあコミュニケーションかなと思っていまして、まあ、これ以上のものはないということで、まあ、たまにちょっとまあコミュニケーションミスをすることもあるんですが、まあ、そういった形であの取材を円滑にするのはまあコミュニケーションかなと思っています。でめちゃくちゃゃく当たり前のこととを書書きますすいてるんですけども、まあ まあ自分で言ったことは守るっていうのとまあレスをちゃんと返すっていうことでまあ大体コミュニケーションって円滑にできるんじゃないかなと思ってましてまあ意外とこれができない方もいらっしゃるんじゃないかなみたいなことをちょっとたまに思ったりするんで書いております。でまあ一番ちょっとレスが大事っていうところでですねまあよくあるのがまあなんだろうこう答えが出るまでちょっと返事できないみたいなあの話ってよくあると思うんですけどもまあ大部分まあまあ答えはまあ 必要なんですけどまあそれはある程度最初のレストとしてはどうでもいいかなと思ってましてまあ逆にこうんだろう連絡した側が欲しいのも答えてよりもんだろうまあ最近は LINE とか Facebook とかまあ見たらちょっとまあ通知みたいなのがつくので、まあ、ある程度楽にはなってきたんですけどまあなんかこうちゃんと届いたかなみたいなこととかが意外となんかこうずっとこう頭の片隅に残っているようなことが。 あるんじゃなないかなと思ってまして、まあだから個人的にはま,あまずとりあえず見ました後で返事しますみたいなこう一時レスっていうのをこう返すのがまあすごく大事なんじゃないかなと思っていて、まあ、それをなんかこうするかしないかで結構こう後々のコミュニケーションコストっていうのはだいぶ変わってくるんじゃないかなと個人的に思っていて結構まあレスの遅い方に関してはちょっとたまにこうそういう話をすることもあったりします。 なのでまあレスが滞りなくできていればまあ基本的にこう取材もうまくいくんじゃないかなっていうのがまあその前その考え方としてまあレスが大事なんじゃ逆に言うとですねまあなんだろうレスが途絶えたりこうどっかでこう流れが破綻するとまあその取材なりコンテンツ制作にちょっと暗雲が立ち込めると思っていてまあそれは。 取材前であっても取材後であってもまあ起こり得ること,かなことかなと思っていますで個人的な体感ではまあほぼ80%以上ですねまあなんかこう取材とかまあ取材前とか後とかも含めてですね何らかこうレスポンスがこう遅くなるとこう何かしら取材とかまああの進行に障害になることが多くてですねこれがまあ結果的に っていうもので、まあコンテンツの質とか、まあ納期にまあ影響を与えるんじゃないかっていうのが、まあ個人的に考えているところです。なので、まあちゃんとまあレスやコミュニケーションが取れていれば、ほぼ取材はまあできるできているんじゃないかなと思っています。なので、まあこうまれにこう取材前より取材後の方が連絡が取りづらくなってですね、まあ掲載 まあ自分のやってるものはウェブのメディアなのでまあ,あんまりこう紙とは違って掲載こう絶対しないとやばいみたいなことはなかったりもするんですけどもまあ結構掲載するまでにこう連絡が取れなくなってもう確認が全然できなくて難儀するみたいなこともまあまあまあ,あってまあ本当に完全に連絡取れない場合はおくられりするようなケースもまあ出てくるかなっていうのがなんか個人的にも昔体感したようなこととしてあります。 でまあ、要はです、ねまあ遠足に、遠足は家に帰るまでが遠足じゃないんですけど、まあ、取材もです、ねまあ、ちゃんと掲載されるまでが取材なのかなというのであの個人的にやっていても思うところです。で以上がレッスンに関する考え方で,で、まあ、取材とかインタビューの話なんですけど、えー、っとまあ自分の、えー、っとメディアはです、ねまあ、仕,仕事で行う取材とはまあアプローチ方法は少し変わるかなというところなんですが。 まあ仕事の場合はま,あまずメディアの方針があってでそのなんかこう企画会議なりで企画をまあ立ててまあそれが交際員が出たらまあその取材糸っていうのをまあライターさんがもしアサインされたとすればライターさんがメディア側と糸をすり合わせてまあそれに基づいてこう質問内容を作って。 で、まあ、取材日を、まあ、編集部なり、ライターさんなりが、対象者と調整して、まあ、取材をすることになるんですけども、まあ、その間に、まあ、質問内容を作ったりですね、まあ、いまい情報収集をして、まあ、本番に臨んで取材をして、その後、記事にするみたいな流れだと思うんですが、なので、まあ、どういう意図で取材をするのかとか、まあ、取材前であるとか、まあ、ある程度、その、なんでしょう、こう、インタビュー内容の構成であるとか、まあ、記事の内容を、まあ、想定して、まあ、取材に臨むことが、まあ、 仕事の場合は多いんじゃないかなと思っているんですけどもまあ自分がやっているものなもの,の場合はですねまあまあんでしょうこう自分が編集方針みたいなものなのでまあさっきまあ宇野さんもおっしゃってましたけどもまあ僕の場合はやっぱりこう取材対象あの人にこんな話が聞きたいかなみたいなところから出発するっていうような形なので特に何かこう明確に。 ここういういいとにしたいみたいな方針があるわけではなくて、まあ、あくまで自分の興味本位でやっているっていうのがまあ個人メディアとしてはまあ大きいかなと思っています。